そう、有利になるっていう。簡単にやられんぞ。通ってことないって言ったそばから。あ、やばいやばいやばい。3人で蹴りやがった。ジジをいたわれ、もうちょっと。ご視聴の皆様、おはようございます。吉高です。こちらはですね、アンチャーテッド、マルチプレイサーバー負荷テストに参加しております。3月5日土曜日から7日月曜日の夕方まで行われていたやつですね。アンチャーテッド海賊王と最後の秘宝のマルチプレイです。週末の夜にちょこっと、友達と、いつものドラゴンズドグマ一緒に楽しんでくれてるジニー先生って言ってますけれども、向こうですね、あの緑のアイコンのあのジジイがジニー先生ですね。あのラストバースを遊んだことがある方はなんか見たことあるぞって思われるかもしれないんですけど、同じソニーなんで、あの公式にも書いてましたけど、ラストバースのマルチプレイで培ったなんか経験を生かしてみたいなことが書かれててですね、レーダーに表示されてるな。あ、仲間を助けに来たけど、ジーニー先生を助けに来たけど、あ、紳士がいてるよ。ハゲ舞台、ハゲ舞台前ちょろちょろしてるのめっちゃ面白いんだけど。なので、ラストバスのマルチプレイに非常によく似ています。アンチャーテッド自体は私はあまり、ビータでちょっと遊んだだけなので、大したことは何も言えないんですけれども、ラストオブアースのマルチプレイが面白かったんで、同じソニーだったらあの面白さが出るのかなと思って、助けて、あーごめんなさいと思ってですね、今回早速サーバー負荷テスト、まあ、ベータテストみたいなものですかねに参加してきました。案の定ラストオブアースのマルチプレイにそっくりでですね、かつあれよりももっとサクサク動くので、この間遊んだザ・ディビジョンみたいな感じで、もうちょっとこう立体的に動ける、やっぱアンチャーテッドなんで立体的にハギをちょっと助けてます。これもねちょっとサクサク動いてる感じですごく良かったです。なのでアンチャーテッドのアクションとかこう立体的に行くのが好きな人とか、昔ながらの実銃っていうか、今の近未来を舞台にした飛んだり跳ねたりは好きじゃないんだけどっていう方にはすごくおすすめですね。でまだ私がちょっと上にいるんだな、上にいるのをなんとかしたい、あーごめんなさい、まだ操作に慣れてなくて、それをなんとかしたいと思って右往左往してみんなリスポーンしてんじゃん。右往左往してるところですね。いや、やっぱアンチャーテッドなので、いろいろお宝を見つけて、そのお金でなんか装備を買う的な、助け呼ぶじゃないですけど、サイドキックとかを雇ったりとか、ちょっとファンタジックな精霊を呼び出してみたり、まあ、エルドラド関係ですね、いろいろこうちょっとアンチャーテッドならではのスキルが使えるのがちょっと楽しいですね。ああみんな腕に覚えがあるんだったら単独行動でもいいんですけど、これやっぱ助けて味方をカバーすることを考えたら2マンセルか3マンセルぐらいで動いてる方がいいかもしれないですね。今の記事はキャラクター選択もちょっと楽しい、過去作で出たキャラクターなのかもしれないんですけど、私は過去作はビータしか遊んでないんで、ごめんなさい、ちょっと姉さんしか分かりません。なのでちょっとなんかこう見た目に楽しそうなキャラクターを選ぼうということで、この後のマッチでは、おっさんを、あやめて。そうそう、おっさんを選んだりとかしてますね。見ていただいてると分かると思うんですけど、このマップのこの色のコントラストとかちょうどいいですね。ちょっとモダンウォー的なちょっと白っぽさもあるんですけど、あ負けちゃった。残念。どっちでもいいけど負けたみたいね。キャラクターのセリフもすごく楽しいですね。というわけで次のマッチ行ってみましょう。こ
こちらはですね、実はあの本体で録画したファイルを使ったオーディオコメンタリーになります。あの当時の音声は撮ってませんので、後からあのオーディオコメンタリーの形で音を入れていますので、その辺ご了承ください。そういうつもりで見ていただけると、楽しんでいただけると幸いです。でですね、これちょっと早送りしてますけれども、マッチングがね、もうテストなんでいいんですけど、マッチングがすごく待たされましたね。余裕でトイレ休憩取れるぐらい、台の方でですよトイレ休憩取れるぐらいの時間があったので、もう普通にちょっとトイレ行ってきますみたいな感じでやってました。でやっぱちょっと AKA が使いやすかったんで、この時はアサルトで行ってます。姉さんで行きたかったんですけど、やっぱちょっとその前に見たこのおっさんがね、ビクター・サリバン気になってたんで、おっさんで行くわってことで。あんた見る目あるねなんか好きな、あ、もう中年ですねおばさんが一人いますけど、アウトローの方にもほぼ中年マッチになりましたね。最高ですね。さあ今回もジニー先生を前にいらっしゃいます。一緒に行ってきます。ちょっと操作に慣れてきて、最初 2,3 マッチちょっとやって、もう慣れんかったらやめようって言ってたんですよ。これでも辛いそしたらなんかすぐ慣れちゃって操作に、あーちょ宝石取りたいけど、これが危ないんだよね。結構爆発物とか見やすいね。トレジャーで200ドル、あい、あ、これマジでやばいってマジでやばいってやられてもなんか笑えるの、そんなに打たないでそんなに打たないで、やられてもなんか笑えるんで、あの野郎どもとは話をつけないとなそうそう、こういうの聞きながらすごい楽しかったんですよ。でマップもそうですね、私はラストバスのマルチはプレステ3でやってましたけど、なんで後ろみんなついてきてんのでばらけるのがちょっと怖いんで、こう一列、もしくは目的地がただ一緒だっただけだったような気がするんですけど、ここでうまい感じで二手に分かれたんで、挟み撃ちをしたいなと思って、私大急ぎで裏に回ってるとこですね。あ、やっぱ向こうカバーできたね、やっぱ3人いると。3人いたから全然もう片付けた後ですね。あ、これはいけない、これはいけない、逃げてー、みんな逃げてこう倒して稼いだお金とか、あのトレジャーを集めたお金でさっきのを呼び出したりとか、結構楽しいですね。その辺が倒せば倒すほど有利になるっていう、簡単にやられんぞ。囲まれてもどうってことない、うん、どうってことないって言ったそばから、あ、やばいやばいやばい、うん、3人で蹴りやがった、ジジをいたわれ、もうちょっとさあジジイが再出撃ですよ、うん、そうですね、やっぱ塀の上とか上がって建物の上から狙うのもありなんですけど、あーこの時私はどうした、まあ、裏を取りに行くわみたいな、こうちょっと裏回るわみたいなことを言いつつ、もう味方がごっそりやられちゃったんで気になって戻って、あ、ちょっと戻って裏じゃないと、危ない、止められるもんなら止めてみな調子に乗ってます、調子に乗ってます、あータワー切れで、あーダウンから普通に遠目刺されたな。これダウンさせた後こういう風に蹴りを入れてもう着実に倒してもいいんで、弾無駄に使わない方がいいかもしれないですね。あー、ジニー先生がやられている。これはちょっと敵を取りに行きたいところ。これさ、多分操作がまだ慣れてないですよ多分この人もね、高校3年生に戻った気分、高校3年生に戻った気分だって。おばちゃん撃ち殺したって、それはちょっとかなり猟奇的な、あー行ってやばいやばい、逃げて逃げて逃げて、上がれる上がれるそういうの、女湯を覗いてますみたいな、やめよう、そこから上がれなかったんですよ。で、あ、もういいやってなって、下にいるから、あー、左気にしろ、左を気にしろ、ジジイをいたわれよくっそ、あ、悔しいですね。で、この辺から2人とも操作慣れてきて、だんだん向きになってきて、あー、フラグか、
助けに行きたい、助けに行きたいけど、やつを、あー、マジか。あ、助けてくれようとしてるみたい、ごめんなさい。ちょっと弾を避けようと思って、ちょっと無駄に動いたのがあだになったみたいですね。申し訳ない。腰がジジイをいたわれよ。なんですねかな、ほんと申し訳ない。これでもあの、なんていうか、デスしちゃう回数がやっぱちょっと、制限があったのかな。あと 3KO、 あ、制限、どっちだ、デスをする方かキルかする方の、なんかもう得点があったので、あんまり無駄に死ねない。オッケー、ダン。お手本を見ておけよ。調子に乗っている、調子に乗っている。あー、ジジイをいたわれ。ケツを蹴り上げるな。お尻が割れるでしょ、そんなとこ蹴ったら。張り切っていけよ。お前も張り切っていけって感じだ。あー、ジンリー先生が倒れている。間に合うかな。いけ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 。間に合うか。あー、間に合わなかった、ごめんなさい。この人多分か、あの、接続切れてるんですよね、この人。くそ、やられた。あー、また蹴り上げやがって。この人固まったまま。そんなにいじめてあげないで、接続がね。あー、サイドキックやられたか。ジニー先生前で頑張った。あー、やばい、この角度大丈夫なのかな。いけるな。ビクター・サリバン、満を持して登場。自分で名乗りを上げるって、あんまり満を持してないんですけど、助けに行った方がいいよ。助けに行って、助けに、助けに行ってあげて。ああ、見えてないのかな、もう前ばっか見てて。あ、仲間が行った、ごめんなさい。後で冷静になってみたら結構やれることいろいろあったな。あ、ありがとう、助けに来てくれたのに。ミイラドリ、あ、ぶっ飛んだ。ジジイが2人でかなりひどい絵になった、ね、これなんかやられると悔しさがなんか他のゲームよりもすごい倍増しました。あの、蹴られるのがなんだろう、ギアーズ・オブ・ウォーみたいな、ちょっとあそこまでえぐくはないけど、悔しさがね、ちょっと思い出しちゃいます。最初なんか操作ちょっともっさりしてるかなと思う。慣れたら1時間、2、3マッチですぐ慣れる感じだったんで、全然ありですね。とどめを刺しに行きたかったけど、上がいるんで、上を始末して、OK。もう死んでる、もう始末してるから大丈夫。あ、いっぱいいる。やばい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 。OK! しんどけ、危ない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 。これどうした、逃げれるか逃げれるか。これね、なんかね、あの、ごめんなさい、調べてないんですけど、多分主人公のネイさんの吹き替えが、あの人なんですよ、ごめんなさい、ド忘れでした、スーパーナチュラとかでディーンの声やってる人、なんだって、トーチさんなので、なんか。クラクラしてきたぞ。吹き替えがね、ちょっと楽しい。あ、もうこの人に助けられたばっかり、ありがとう、蘇生ありがとう、マジでありがとう。なのでこれちょっとフレンドさんというか、もうリアルフレンドとなんかつるんで 2,3 人とかで行って、おお、そんなにぶっ飛ばさんでいいわ。うわー、負けたけどみんな慣れてきてるんで、だんだんみんなスコア上がってきてて、それがすごい面白かったですね。で、この後もっとやるべ、もっとやるべって言ってたんですけど、やっぱテスト中なんで、なんかマッチング、なんかエラーしてマッチングできなくなっちゃって、ここでやめちゃったので、まあでもこれ非常に楽しかったね。今製品版どうしようかなってちょっと悩んでますね。
というわけで、こちらアンチャーテッドの海賊王と最後の秘宝のマルチプレイ、あのサーバー負荷テストに参加してきましたという話でした。いかがでしたでしょうか。よろしかったらご購入の参考なり、ぜひどこぞのロビーで見かけることがあったら、なんか遊びそうな気がするんで、見かけることがあったらどうぞよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。